鶴見川橋は神奈川県横浜市鶴見区の鶴見川に架かる旧東海道の橋梁である。鶴見川橋は大正末期までは鶴見橋と呼ばれており、初代の橋は徳川家康が東海道を整備した1601年頃に架けられたと考えられている。また、当初は釣り海橋と呼ばれていたが、川から見える鶴の群れを見た家康がめでたいことなので、これからは 鶴見橋と呼ぶようにといったことから共鳴が改められた言い伝えもある。当時は玉川に橋はなく、江戸を経った旅人が東海道で最初に渡る橋であった。鶴見川は川幅が狭く流路が湾曲しており、幾度も氾濫を繰り返す暴れ川であった。鶴見川災害予防組合市の記録に残る1696年以降、明治までの間に1696年、 1707年、1733年、1768年、1792年から1802年の間、1826年の6回にわたり、掛け替えられている。19世紀前半に編纂された、新編武蔵風土機構によると、長さ25件、幅3件であったとされている。1860年代。 1862年の生麦事件以降とする説も、あるには、上位派の老人を取り締まるため神奈川奉行により、東海道沿いに番所が設けられた。元橋右岸にもその一つが置かれ、現在は、石踏みが残る。大正末期には、下流側に整備された京浜国道に鶴見橋の名を譲り、鶴見川橋に改称された。1953年には、長さ112メートル、 幅8メートルの構成の桁橋に架け替えられた。この橋は、1991年度に、神奈川の橋100線の一つに選定されたが、河川改修に合わせて架け替えられることとなった。現在の橋は1990年度に工事に、着手、1997年度に完成した。流路中に橋脚を立てることを避けるため、アーチ橋の一種のニール線道税橋を採用。 アーチの図色は現地に大きな色見本を置いて検討し、淡いクリーム色とされた。橋の軸と川筋との交差角が直角ではない車橋であり、正面から見た時にアーチの上横資材が傾いて見える違和感を緩和するため曲線上のデザインとされた。橋長119.6メートル、総幅員は18.7メートル、車道は3.5メートル往復角1車線、アーチの 両サイドに2.5メートルの歩道が付設されている。歩道には、東海道をイメージして、自然石の風合いのある舗装材が使われている。橋桁からアーチ最上部までの高さは19メートル。右岸は、鶴見く鶴見中央2丁目、左岸は、道志上下町となる。上流には、JR 東海道本線他の鶴見川橋梁が、かかり、道路橋は、 森長橋まで1キロメートルほど離れている。下流側には下水道圧送管が並行し、2 5 0ルほど先に、京急本線鶴見川橋梁、4 0 0ルほど、下流には国道15号の鶴見橋がかかる。右岸のたには鶴見橋関門旧跡の石踏みがあり、旧東海道を川崎方面に4 0 0ルほど歩くと、 景品方面で唯一残る一律下の史跡がある。ありがとうございます。